スポーツジャストワンをご覧いただき本当にありがとうございます。この動画の下に皆様の毎日をブラッシュアップしていただける素晴らしい朗報もありますので、どうぞ。高梨沙羅メルセデス AMG G63 乗ってる理由とは、いつかはクラウン、そう思って汗水流した世のお父さんたちにすれば覚醒の感があるだろう。若干21歳でいきなり経典超えの車を手に入れた高梨沙羅のことである。スキー女子ジャンプ代表として冬季ピョンチャン五輪を控える中、彼女は愛車が約2000万円のベンツだと明かすのだ。メルセデス・ベンツマガジンは、販売会社が顧客を対象に配布する機関紙である。最新の2017年冬号を開けば、フィンの良い私服に身を包んだ高梨が愛車のメルセデス AMG G63 の傍らで微笑む姿が紹介されている。記事によれば、お値段は最低クラスでも1971万円。軍用車から派生した SUV、スポーツ用多目的車で練習へ向かう際も自らハンドルを握っていると綴られる。ツインターボから発せられるエンジン音に惚れ込んだという彼女は、ソチでの悔しさを晴らすにはピョンチャンでメダルを取るしかない、中略そのためには自分の好きなものに囲まれて生活するのも一つの方法かと、なんて愛車の高揚についても語っているのだ。メダルを目指しアクセル全開、愛車の存在は欠かせないと胸を張るが、今シーズンの彼女はその実力をなかなか発揮できずにいた。 W 杯序盤を終えた高梨の成績を振り返ると、個人戦4試合で優勝0なんだと解説するのは、去る全国紙の運動部記者である。3位が2度のみで、歴代単独最多の通算54勝達成は新年までお預けとなりました。実力を上げた欧州勢が1位2位を独占し、完全に後陣を拝しています。まだ早い。そんな高梨は W 杯から帰国直後の2017年12月21日、高級時計メーカーオメガ主催のイベントに出席した。69万円もする五輪限定モデルの腕時計を贈られ、肌一生だったが、先の記者はこんな懸念の口にする。あのレジェンドことメダリストの葛西紀明選手は、シーズンが始まると基本的に競技と関係のない出演依頼は五輪が終わってからと断っていますよ。一方の高梨は、大手広告代理店がイベントや CM などを差配して、ソチ以降は出演数が増えている。派手な世界との付き合いが増え、競技に集中できる環境が整っていないのが不幸です。実際彼女の故郷北海道に住む祖父に聞いても、ベンツに乗っているなら成功の証も一つかもと思う反面、まだ若いんだし、学生だし、そんな立派な車には乗らない方がいいんじゃないかという気持ちもありますよ。あの子は発展途上ですから、まだ早いのではないかと。孫がベンツの横に立っている写真は見たことあるけど、人様の持ち物だと思ってたので、なんて複雑な胸中を口にするのだが、一方でこんなエールを送るのだ。あの子は昔から己を律することのできる人間、練習するときはきちんとやるし、僕は息抜きに当てている。五輪では一番良い色のメダルを取ってほしいです。日々安全運転を心がけているという高梨、ゴールドベンツを目指すのも結構だが、メダルにブレーキだけはごめん、こう塗りたいものである。週刊新潮2018年1月4日11日号掲載。新潮社。みんなの声、愛車がメルセデス AMG G63 ゲレンデバーゲンというのは大きな驚きです。彼女には最も似つかわしくないですね。競技でまだまだ上を目指すなら早いと思います。プロとしての本業で稼げないアマチュアの競技に生きるなら、寝ても覚めてもその競技のことを考えていただきたいです。庶民が応援しているのは競技一途の高梨選手です。高梨選手が4年後をどう考えているかですね。
高梨クラスならメーカーの方がぜひ使ってほしいとアプローチすることもあるだろうね。本人が勘違いせずに競技できてちゃんと成績を残せているのなら構わないと思うけどね。本人が稼いだ金で買ったんなら別にいいが、おじいちゃんの気持ちもよくわかる。田舎臭さがあった頃の方が好きだったけど、最近のソラさんはなんとなく高飛車になってしまったような気がする。高い車に乗るのはいいけど、本当にいい結果が出てから自分へのご褒美という形で乗った方が良かったのでは。別にいいとは思うけど、化粧も派手になったし、昔の田舎っぽいイメージとギャップがありすぎてちょっと残念に思ってしまう。理屈上は自分の努力で手に入れたもの、他人がとやかく言うことではない。しかし世間的にはイメージが変わるでしょうね。確かに速い、好感度が下がるでしょう。アスリートとしては失敗するだろうと思う。ベンツが持ち主の人間を高めるなんて考えているのはバカな証です。空を飛ぶのに車はいらない。最近の優勝できないのはゴルフの石川遼に似ている。 CM に出て金儲けに走り競技に集中できないのでしょう。さらにメイクがキャバ嬢のケバすぎるメイクなので CM が見たくない。アスリートの本質を失っています。仮に優勝を伸ばしても品格のない初公と同じで嫌いです。自分を追い込む方法が少しずれてる気がする。フィギュアスケートの本田真凜と同じようなことにならなきゃいいけどね。彼女も試合で結果出してないのに韓国旅行だ、韓流メイクだとチャラついて、結果上位6選手との差が埋められないほど大きく開いてしまった。今の時期にこういう報道が出ると金メダル取れなかった時のパッシングも大きいだろうしね。普通にドン引き。これでオリンピックでこけたらぶっ叩かれるね、かっこ笑い。終わったのかもしれない。勝つための準備ができていない。以前の一重の目とは全然違って、パッチリ二重の顔にガラッと変わった顔に一瞬誰か分かりませんでしたが、五輪選手でマスメディアに対して堂々とブランド好きだという人は初めて見ました。生粋のお嬢様がたまたま乗ってますみたいならまだ話が分かりますが、身の丈に合ってると自分から言ってるようなものですよね。勝てなくなったわけが分かってきたような気がする。伸びない理由ですね。現役アスリートが CM やバラエティに出始めると必ず結果が落ち始める。小さい頃から大ファンだったのに残念です。周囲の人がもっと強く言ってあげないとね。化粧や車など最近の彼女は他のことにうつつを抜かし、選手としては失速している感じが否めない。見た目や印象は他の代表選手とは明らかに違って見える。昔は応援していたが今は何かそういう気になれない。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。